はい、実況させていただいてますシュロックマンです。よろしくお願いします。今日はプレイステーション版のですね、マドゥーラの翼を、やっていきたいと思います。本日ね、Amazon でね取り寄せてね、購入したものでございます。はい、ファミコン版と全く同じですね。はいはい、じゃあこちらやっていきたいと思います。はい、おお、これ久しぶりやるな。めっちゃ全く同じですね、ファミコンとね。やっぱりでも結構難しいんですよこれね、確か。あれ、あれ、なかなかやな。あれ、ちょっと待って、こんなジャンプ力低かったっけ、こんなジャンプ力低かったっけ、これやばいな。一コイントやばいんちゃうの。いなあ、敵。これ敵倒しても何もならないやったっけ、どうやったっけ。経験値とか上がるんや。あ、死んでもうた。これ経験値とか上がるんやったっけ。ヒッツ1000って書いてあるけど、これステータス見れないのか。まあいいや。あ、1000っていうのはあれか、ヒットポイントのことか。そうかそうか、経験値では関係ないってことやな。じゃあ逃げた方がいいやん。なんか取った。あ、そっか、これでジャンプ力が上がるってことか。なるほど。あれ、上がってないやん。え？どういうことや。ジャンプ力上がったんかな。まあちょっと上がったん、ちょっとだけ上がったんやな。いや難しいなこれ、思ったより。うん、これでちょっと剣が強くなったってことかな。おお、強くなってる。うん。一発で倒せるもんね。これボスやね、確か。卵みたいなやつ。おお、余裕や。これでいいんちゃうのかな。一面クリアというか、まあ一つのねエリアクリアしたってことになるんですね。よし、これでクリアってことですね。同じような始まり方や、一面とね。おー、強い。なんや、これなんかあるやん。よし、靴取った。早く、ちょっと早くなるってことやね、靴をね。で、剣取ったら攻撃力上がるってことや。あー、ちょっと待って、でももう接触悪くなるな、おい。勘弁してよ、俺。ちょっと待って、ブー言ってるやん。よし、
ファミコン初期とね、初期のギャルゲーですよ。一面のボスが雑魚になってる。雑魚になってるやん。あ、落ち、あら、落ちてもだ。これ落ちたら何もないんやったっけ。やばい。あ、死んでもだ。これどうやったっけ ?AB を押してスタートとかやったっけコンティニュー。あー、違う。コンティニューの仕方がわからん。これコンテにあるはずなんですよ。確か、うん、コンテにあるんですよ。コンテにあるんですよ、このゲームね。あの、ゲームセンター CX でありの課長がね、このゲームやってましたからね。コンテにしてましたからね。コンテにのやり方あるんですけど、忘れましたね。ちょっと調べるか。うわ、コンテにわかんないわ。コンテに調べましたけど、わからなかったですね。電撃裏技王とね、大ギリン、高次元をね、こう調べたんですけど、わかんなかった。で、変えてなかった。ね、はい、攻撃力アップ。あ、ボス倒せなかったですね。あ、いいのか。この先か、ボスは。あ、これ、ボス倒したことになってんのかな?もしかして。あ、でもそんなわけないな。あ、そうか、ここにいるやな、ボスね、確かな。うん。これね。全然 OK ですよね。まあ、一面はクリアできますよね。誰だってね。はい、クリアですね。あ、くそ。結構ダメージ大きいな。こいつずっと、はい、素早さ上がりましたね。素早さというか、そう、結構落ちてまうやん、ここ。結局、さっきと同じパターンやんか、これ。やばい、うわ、敵強えわ。同じやん、さっきと。全く同じ寝方してたな、これ。あともう一回やってみよう。とりあえず、コンティニューがわかんないと、どうでもならんな、このゲームは。進まないわ。コンテに無限にできるんですけどね。やり方わかんないからどうしようもないな。まあとにかく一面はね、アイテムを取ってボス倒すだけの面ですね。減ったままなんや、ヒットポイント。
厳しいな、意外と、回復してくれないんや。さっきのとこ落ちないようにした方がいいな、じゃあな。落ちたら難しくなるってことやな。やば。あかん。回復とかないんかな ?340 しかないかな。ここ落ちたらあかんな。よいしょ。あ、やばい。また出てきた、こいつら。くそー、もう。あかん。結局同じとこで死んでるやん、お前。ダメだ、これ、コンティニューの仕方わかんないと、結局、なんでやな、話にならんな。はい、じゃあ、ここで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube のチャンネル登録お願いします。